大川平米明治4年9月11日は、江戸時代末期の剣術家。流派は、神道無念流。武蔵国川越藩剣術師範、意名川秀勝。共和元年、武蔵国埼玉群上の村の農家、渡辺家の三男として生まれる。幼くして、旧成武家臣にして、上野村名主、小舟、新衛門の養子となり、栄次郎と称す。 農民ながら幼少の頃から剣の道に励み、近隣の箱田村の神道無念流の達人、秋山洋介の道場に入門する。昼は農耕、夜は道場で剣術に励み、二十歳にして免許改伝を受けた。文政五年、入間郡横沼の名主、大川与左衛門の娘、いとこと結婚、婿養子となり、大川生に変わる。庭内や 川越通り町に道場を設ける。陽介流の地味で重厚な剣術で信頼を得、あだちに助成して、あだを切って成功させた。天保7年1月、高原一刀流、第五世、いつみ町へとの試合に敗れたが、同年7月に、高原一刀流の大橋藩のタスクとの試合に勝ち、名声を高めた。高下5年2月、平米は、 川越藩に一代限りの価値として13国4人口で召し抱えられた。ただし、この士官は平米の剣術の腕が理由ではなかった。平米自身も当初は川越藩に士官するつもりはなかったが、川越藩の剣術を実用的な内容に変革する目的で士官したという。士官に伴い、藩士への神道無念流剣術の指導も認められたが、 神道無念流の扱いは、藩から制度的、経済的な支援がない、内傾古に留まった。これは、松平家半世紀の川越藩では、武術流派が身分制度と連動しており、上、中級藩士が入門する、表芸古と呼ばれる公式に認められた、武術流派と、下級藩士、足軽が入門する、内傾古と呼ばれる非公式な武術流派とに分かれていた。そのため、 同じ武術を複数の流派を学ぶことや多流試合も禁じられており、藩内では平米の神道無念流のみしないと防具を用いる打込み傾向を行っていた。平米は主観後、下級藩士、足軽に神道無念流を指導し、下盟2年うるう4月には道場も儲け門人も増えていった。同月に平米は費用は自面で、藩外へ、 定期的に剣術修行に出ることの許可を申し出許可された。藩士が藩外に定期的に剣術修行に出ることは川越藩では初めてのことであった。藩は平米に農民や町人との試合は禁じていたが、平米はこれを守らず、村落の道場でも試合をしている。また、藩外からの剣術修行者を受け入れて多流試合を門人らにも行わせていたが、 川越藩の受け入れ手続きが時間がかかるため、手続きの簡略化を求めたが、これは却下された。藩外からの受け入れ手続きの簡略化が実現するのは、文久2年12月になってからであった。安政2年8月、平米は川越藩を辞めることを申し出たが、藩は平米を一代限りから、代々使える、ご不代に待遇を変えて引き止めた。正常の不安定化から、 軍備強化が要請される状況を受け、文久2年11月、川越藩では大規模な軍政改革が行われ、これの一環として、藩主、松平直勝より、それまで禁じられていた他流試合の実施が通達された。そのため、すでに実際の試合を行っていた、神道無念流が重要視されるようになった。また、平米は、価値から大役人に昇格し、正式に、 神道無念流師範に認じられ、下級藩士で新たに剣術を学ぶ者は、神道無念流を学ぶことが義務付けられた。これにより、神道無念流は公式流派化した。ところが、百姓出身者が、藩の指南役に認じられたことや修行をする流派を指定されたことが藩士の反発を呼び、平米に対する抽象を含む、軍政改革反対を藩士家の本家にあたる、 福井藩に訴える者や、平米の隠居強制を格索する者、集団での闇打ちを計画する者などが現れた。これに対し、平米は、死闘や支援を避けた、静かな振る舞いを続けたという。しかし、それまで多流試合を禁じてきた、表芸庫各流派師藩の反発により、全流派に多流試合実施を強制せず、多流試合を希望する藩士は、 多流試合を行う流派の稽古にも出て行うという妥協案を藩は提示することになり、川越藩の剣術改革は一旦挫折した。それでも徐々に改革の機運は高まり、現時年間から上、中級藩士の新党無念流入門が増えてゆき、本来は下級藩士、足軽が学ぶ流派だったにもかかわらず、稽古人数の増加のため下級藩士、 足軽に稽古をつけられない状況にまでなった。半川も改革を進めるため、現時元年7月、所属する流派に関係なく打ち混じって稽古し、神道無念流も教授する、より合い剣術を開始した。これにより、流派を変えることなく、神道無念流の技術を学べるようになった。また、表芸古流派からも、江戸の長沼道場へ留学して、 しないだこみ稽古を学ぶ者が現れた。慶応元年6月、平米は、川越藩の飛び地の数里久保田軍に常駐している藩士への剣術指導のため、定期的に皇帝を派遣することを申し出、藩はこれを許可した。この中で平米は、常駐している藩士の神道無念流剣術の技術を向上させることが、同地の防衛体制強化につながると主張しており、 それまで平米が提出してきた意見書と異なり、藩の軍事政策に対する意見を含んだものであった。慶応3年に松平直勝は川越藩の飛び地だった上野国の前橋城に帰る城するが、これに先立ち、慶応元年10月に前橋に完成した連部書は表芸古流派中で、剣術改革に理解のある勇士により運営され、寄り合剣術と同様に、 神道無念流を中心に多流試合を行った。慶応年間には、より合剣術参加者数名が、上州若堀村の本間道場へ多流試合へ行く、ことも実現し、表芸古流派も多流試合を行うようになり、剣術改革はほぼ達成された。また、同時期に、藩は、平米の皇帝らの身分を昇格させ、慶応4年に平米は、連部書教授法となった。 明治2年4月、前橋藩は、藩内の剣術流派を統合して、試合稽古中心の、新流という流派にし、従来の剣術流派師範は全員解任された。同日に、平米も連部所教授方を解任されているので、同時に、新党無念流師範も解任されたと思われる。同日、表稽古流派で他流試合に、積極的だった者や平米の弟子が連部所の師藩に、 認じられている。その後、平米は、京里のイルマグ横沼に戻り、師範として、門邸三千と言われた道場を構えた。そこから小田加順中や渋沢栄一など多くの志士を、排出した。道地で明治4年9月11日、死去した。墓は、道地の大川家墓所にある。また、廃藩後、平米の皇帝たちは、前橋に、陽気館という道場を開いた。 日本の聖書と呼ばれた実業家、大川平三郎は平米の孫にあたる。平三郎の母は小高順中の妹、妻は渋沢栄一の娘である。埼玉県坂戸市の大川平米の道場跡地には松平春学の大事、草壁名各所の石踏みがあり、坂戸市の記念公園になっている。ここはまた、大川平三郎記念公園にもなっている。 平三郎の孫に、競馬評論家の大川慶次郎がいる。ありがとうございます。